皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年11月の20日19時15分、自民党の西田昌司さん、2024年の6月の、8日ぐらいだったかな、そういう日付で、お前だかお前やっていうこと、テレビというか、まあ、YouTube など淡井圭介が閲覧してるなと分かって、見学庁でも言ってきてますけども、白衣着てました？あなた。着たことある？もう見学長で物言ってくるんだったら、こっちも、あなたたち、自民党にね、世の中めちゃくちゃされたままだから。安倍さんとの仲もめちゃくちゃされたし。ねえ、どういうふうなルールで君たちが動いてるのかよくわからへんの。いい？第一次世界大戦も第二次世界大戦も、君たちだけじゃなくてね、世界中の政府上層部の人間、もともと、どこの家系も。行政の人間の末裔が基本的に議員になってるでしょ？大企業関係とかもあるけども。その行政の人間が第一次世界大戦、第二次世界大戦始めてんの。ね？民間人である我々は巻き込まれてるの。ね？あなたもう66歳よ。いつまで議員にしがみついてんの？恥知りなさいよ。こっちは、君たちがしてきたこと、人生めちゃくちゃされてるよ。精神病院に入院させるわ、何万円で。あれ自民党やろ、本当は。どうなん？どうとでも受け止められんのよ。これどういうことやねんと。若い頃、菅さんも、僕はね、二十歳ぐらいの頃にエネルギーの残存量問題とか国会議員の人たちで、心のある人たちが僕に会いに来てね、どういう人が将来総理になるべきかっていう、もうエネルギーの残存量問題とか、もう地面の底は空洞化してるっていう話で、それで地震が発生してるっていう、もう本音の部分の話ね、もう世界中の政府上層部にそういう話通した後、もう君たちの方はどちらかというと後輩で、もう年齢じゃないから無理やから、逆にあなたみたいにね、長年国会議員とかしていて、本当に、すごい権力者になってしまった人たちが、老人になって、それから、あれこれいろんなことをもう、間違えたことを平気で言い始めるのが一番厄介なの。本当に。で、これね、まあ、テレビのニュースとかも、去年のニュースとかも混ぜて、まあ、昔からの交通事故のニュースとかも混ぜて、放送されてるから、まあ、それだけじゃないですけども、見ていてわけわかんない。で、兵庫県知事の斉藤さんが選挙に出てきていて、百条委員会でしょ。だから去年百条委員会があって、か、今年の最初の方なんですかね。で、それで、知事を解任されたから、でしょ？で、当選してもまた百条委員会っていうことなんですかね。だからまあ、百条委員会開いてる時も、正直僕もね、昨日のがもうあんまりにも腹立ってたから、もういろいろ言いましたよ。奥谷議員とかに。もう中央に座ってる委員長が。へらへらへら笑ってる。自民党員。ね？エネルギーの残存量問題全然協力してくれてないじゃない。で、僕は言わなかったらガソリン車の生産停止なんかできてないじゃない。僕は二十歳ぐらいに、ね、この言ってたことなんだから。で、菅さんは新潟県に昔謝りに行ってるの。じゃあ僕は行きますっていうことで。そういう人だったら総理になるにふさわしいと私も思いますって、そこは僕と菅さんの最初の方のスタート。安倍さんはまあ一番最初はまあ小学生の頃の神戸製鋼の頃かな、社会見学が何かだったと思いますね。まあその辺のところからですね、接点は。まあ少なくともプライベートの時間帯は、これがね、まだあれこれ考えると両者ともコンピューターに動かされてってるんじゃないかなっていう気がするんですが、もう僕もだいぶコンピューターに動かされていますね。例えば夜歩いていてね、昨日かその前の日、向こうから両手ポケットに手突っ込んで、体格の良い人間がもう歩いてきてると。で、年の年齢はどうかな、僕より年上かな、どうかなっていうぐらいの、まあ、見た目の人でね。もう、けど僕も今年47ですから、僕よりも年上っていうことはもう50代ぐらいで、もう大体それぐらいの年齢になってきたら、もう大体どういうふうに呼ばれるか、もうわかるじゃないですか。まあ、けど、要するに若返ってる状態に、僕とは合わないとかで、もう僕も顔だいぶ、老人化してますけども、今。
あなたが喋っていて。で、あなたがそのお前だって言った瞬間、だいぶ体に呪いが来るの。違うでしょ？僕その時まだ何も伝えてないんだから。だけどこれ分かんない。テレビのニュース見てる時に僕はあれこれ、なんか自民党に対してエネルギーの残存問題とかで、何か腹立てたりしてることを考えてたかもしれん。だけどそれは人間だが考えることは普通であって、それ誰も考えなくなったら、それこそエネルギーの残存問題なんか誰も解決しなくなるから、それはもう普通であって、あなたたちはそれでも高級をずっと得てきてしまった自民党員なんだから。党の名前とか変えても、今度、細川さんかな、ここの住宅の会議とか、いつの間にか勝手に抗ってたから、もうその人も、ゴミって話なんか全然してないじゃん。だからもうその人も年齢も年齢や。昔総理していた森さんが国会にもう杖ついて出てきた時、あの姿見たらもう皆さんわかるでしょ、無理ですよって。もう老化していたらもうみんなああなるから、だからある程度の年齢でもう絶対やめるっていうようなけじめを、区切りっていうのを絶対つけてもらわなかったら、もうとにかく惰性だけで動いていく、物事は進まない、本当に。で、僕はガス電車の生産の停止を掲げなかったら誰ができてたんです。だからこれは2020年に本当は達成しておかなきゃならなかった。自民党さんとしてね。そこができてたら今までの件っていうのは、今までの件っていうのは僕だけの件じゃなくて、そのね、資源の採掘で地震が発生してるわけなんですから。もう逃げれないんだから、あなたたち。新潟県の石油の採掘で、ね、能登半島の地震発生してるんだから。で、テレビ出てきてる大学の老人教授とかが言ってること。もうニュースライブ正義の味方っていうのが関西の方の朝日系列の番組であるんだけども、もう僕は怒鳴りながらね、叱ったんですけども、もう絶対叱らなきゃダメ。またプレート説がどうのこうので、資源の採掘で中が空洞化してる話が全然しないの。アホかと。土と土がこういう風に入り込んでいって、バネのように弾く。大学の教授で今まで言ってたボーナスが全部返せって、税金やろってなります、心の中でも頭の中でも。で、それはもう僕は注意するしかない。僕の提案でできた番組なんだから。ある意味嘘をフェイクニュースを散々放送しておいて、あいつが作った番組だみたいな方向に持っていくことしました。全てがバレたらそっちの方が訴えられるから。で、僕は今何をどうしたいかって言ったらエネルギーの残存量問題の解決をしたいの。で、あなたは僕は河川水門解析玉発電っていうことを考えたら、すぐに怒り始めるの。何その態度。27年前よ。自民党の人たち信じたのに。だから安倍さんも信じたし、菅さんにもいろんな話があった。だから総理になるのにふさわしいと思ってそういうふうにした。だけどもこれは進まない。これなぜなの？岸田さんも僕と若い頃会ってちゃんと話してる。岸田さんも僕の10個ぐらい、10年ぐらい年上の人ですけども、もう大体もう僕の人よりの年齢、もう詳しい年齢なんかもう覚える無理ですから、数が多いですから、もうスポーツ業界がもう対象者が多すぎます、本当に。音楽業界から何から何までって、本当に。無理だからこんなにたくさん。スポーツの勝ち負けだよも。あなたたちね、世界一取らせてあげたことありました。自分の頭の中で供給して。あれめちゃくちゃきついですよ。精神的にも根性いるし、心落ち着けなきゃならないし、怒ったりしちゃダメなの。本当に。選手に影響出るから。それだけじゃないの。ちゃんと法律上ね、労働基準局の監督官が認めていて、勤務中にお手洗い行きたい時は行ったらいいっていうことになってる。もうそれが普通です。絶対どう考えても。こんなに仕事の対数も少ないし。政府からのね、最低賃金を引き上げるのに最大600万円の補助金だとか、雇用助成金だとか、他にもいっぱい税金つけてるでしょ。それでどうにかしてる方なんだから。だけども、もう今日の朝もね、その百条委員会の件だったのか、その件に関して不満分子を持ってる連中なのかが、何人か来て、まず階段登っていくのがね、全身黒ずくめの男二人。どこで何をしようとしたのか知らないけど。で、あとは、そこに止まってたのは、セダン系の車。もう、交差点、5メートル以内。道路交通法違反。で、5分間の。駐停車違反。もうそれもそうなんだけども、その男、黒い、全身黒ずくめの男2人組もそうだし、で、あと、他にもね、車止まってるんだけども、で、ナンバーとかも警察に通報して、もう鬱陶しいから、議員とか来たのって、
聞いたけども誰も何も言わない、自分の名前を名乗って卑怯すぎる、身勝手に聞こえて。だけどもこのパターンって集まってるメンバー、これも以前と同じだったので、昨日のねその夜通り過ぎるそのまあ結局多分中日にいた山崎さんだと思う、でその後楽天行ったのかな、ちょっと もう僕もね、あのプロ野球選手だけでも世代交代とかあるし、もうあのもう一軍に合わせただけでも700人ぐらいいるでしょ、でもう覚えられない、本当に全球団の人間なんか、こんなに世代交代何でもあって、で高校野球とかで結構こう有名になった人間とかも、まあ将来になって全員が活躍できるかっていったらそういうわけでもないし、だからそういう高校の時にものすごく有名になった人間とかも一部いますし、ある程度そういった人間とかも動画とかでやっぱり受け答えとかしますし、だから家の中でいてもテレビとかつけてなくても強制的に頭の中を搾取されたりとか、まあ一応もう、まあ、自分の子供の責任っていうのももちろんあると思いますよ。だけどもその石川県のね能登半島の出身の、相撲取り、ちょっとね名前がね、はっきりと覚えてないですけども190何センチで体重も結構あって160キロ80キロもうそれぐらいの体も、結構しっかり鍛えている方で若くてと、まあ横綱になってもおかしくないなっていうちょうどいい力士がいて、あ、まあ彼だったらっていうことで、だからまあ野球の始まる時間帯が18時じゃないですか、基本的にナイターって。だから相撲が始まる時間帯の特に最後の方の番付、上の方の番付って、まあ18時前じゃないですか。だからその時間帯に頭の中とかごっそりとか取られているいくと、おかしいな、なんで野球の時間18時からなのになんでこんな時間に取られなあかんねんとか、なんかもうそういう風にやっぱりなります。で後からニュースとか見て、未来の時間軸からも、まあ、頭の中自分から供給してる時もあるし、その強制的に搾取されてる時もあります。それはその西川家のその大関の人を責めてるんじゃなくて、日々の僕の生活をねちょっと考えてもらいたいのと、あとそれとやっぱりみんな多分コンピューターに動かせてるんちゃうかなって思うんですよ。集まってきてる車とか止めてる位置まで全く同じで、で横すれ違うところも地点が同じなんですよ。で別に僕はその人がいつ来てるのか全然わかんないんだけども、例えばまあ買い物行く時間帯もだいたい半額はね19時30分ぐらいから始まるんですけども、だいたいその前後にイオンモールだとか、食材館だとか、だからまあその時間帯の、結構前後、あんまりこの時間帯ジャストに行くと絡んでくる連中とか多いから、本当に喧嘩打ってきて、でこっちも人間だから、もういいかですか言い返さないかで言うと、もう腹立ったある程度言うわけじゃないですか。もう子供の頃から喧嘩複数で、タモして打ってきてる連中はもうそこに中学校があるから、でこの辺も内科としか10件ずつ以上一つの駅の区間ですよ。で総合病院自体が再生会病院っていうのが岡山駅のところにあって、すぐ近くのね五社駅のところにアドベンチスト病院っていう総合病院があるのに、両方のところにも内科もしかもありますよ。それ他にも北新ビルの中にも医者がいっぱいあるのに、いろんな歯医者とかいろんなところが、でさらにエコーリラが今度いろいろ空きができたら1回も2回ももう医者関係だらけね。コロナウイルスがあんなもんほったらかしにして、医者を徹底的に叩きのめさなきゃならなかったのに、それをしなかったでしょ。だから税理士さんがそれできるとしたら、まあ、肩書きそうなんですけど、もうその動画見ていてね、もう今までの件でもうものすごい腹立ってるから、ハーフ生きてましたとか、もうそういうことはあなたに聞きました。もうそれそうですよ。で、それと、黒人初の大統領オバマさんとか、僕からの提案、人権作文とかでそうなってるから。ね。韓国と北朝鮮の、首脳会談って、だって僕からの提案って世界中のいろんな人が知ってんの。ね。あなた長年国会議員をしていて、僕より、それだいぶ年上ですよ。20歳近く年上ですよ。だけども、その立場で僕を助けてあげなかったら、今度あなたたちに逃げ道がなくなるじゃない。だから僕も毎日日々電波で攻撃されるプラス、最近ね、まあ、警察にも通報して言ってるんですけども、まあ一応そのライブとか、もうこの間ね、もう26年ぶりぐらいかな、ライブ見に行って、バンドの。他の音楽関係とかもう二十何年かもう一回も行ってない。もう無料の YouTube とかで閲覧とか。
で、まあ、その帰りとかも警察官の人たちとかがいろいろこう配置してくれていて、あの辺って、神戸の浜川のところもともとエロ業界とかたくさんあったから、で、そこも僕、もう攻撃者やけども10件以上潰してるから、僕からで。で、あなたたちからそういう話聞いたことないから、一人一人からね、自分がこうしました、ああしましたって通報して、こういうふうに対処しましたとか、そういう話ないから、だから1956年に売春防止法が出来上がってるから、それまでは、まあ、一応その時はね、その話を心の声で伝えたら、ちょっと穏やかな形でね、対応してもらいましたから、まあ、そちらもだいぶストレスがあるのかもわからないですけども、だから、なぜその、呪いの方を、しょっちゅう僕の方に回してくる連中がいるのかって、まあ今もそうなんですけども、自分で言ったから、まあさっき、これ、だから今のはコンピューターの差異なんですよ。だから自分の言葉は自分の責任っていうことを自分で言ったでしょ。じゃあ、誰かの呪いが僕の方に来てるんですよ。正しいことを言ってるのに、まあ一瞬ですぐにそれは解除されるんですけど、僕もその対応の仕方とか知ってますから。だからあんまり我慢の限界来たら、さあ民法720条正当防衛0102がありますから、さあそいつに返しますよ。当たり前じゃないって。何甘い夢見てんのって。阪神・淡路大震災の被災者、家屋全壊の仮設住宅暮らしの人間、利用して、芸能界だって、もともと総理の孫とか息子とか娘、そういった人たちがいっぱい出てるじゃないって。みんなで嘘打って、あいつ叩き潰してしまおうぜって、あいつを悪者にしてしまおうぜって、いうような類の連中が実際混ざり込んでいた。全員が全員は絶対それはない。で、僕はあの真面目にね、世の中、しっかりしなきゃならないっていう形で動いてくれてる人たちもいらっしゃると思います。だけども、もう疑心暗鬼、こちらからしたら、もう僕の立場になって考えてもらったらいいです。精神病院なんで9回もいられたんです。で、なぜ誰も助けなかったんです、僕を。春山整骨院に集まってしまったからなんじゃないですか、自民党の人たちも、何人か。全部癒着がつながってるところがもともとあるのに、それがさらにもっと難解になってくるでしょう。だからもともと、だからバブル崩壊の時は1990年であって、その後僕は中学生ですよ。で、その後、野党が政権取った時あったじゃないですか、連立政権。久しぶりにテレビで放送されて、僕ね、恥ずかしい話なんですけども、総理を決めるときって、議員さんのね、国会議員の人たちの投票っていうのを、長い間、本気で忘れてました。本当に。だって、六法全書を見たら、書いてますもの。天皇陛下は総理任命するって。わけわかんない、こんな世の中。だからもう自分ともどうしたらいいかわかんないし、あなたたちはすぐに河川水門開始ダム発電って言ったり、考えただけ反応して、もう言ってる僕の方はもうこう、肉とか取られてもうげっそりしてるでしょ？取られてるから、肉。あれだけ、とんでもない距離ね、1日で50キロ歩いて、もうそれでも膝おかしになってますから、まあ、40キロ前後とか、1回の河川の撮影で、歩くんですけども、1週間で、多い時だったら3日撮影しに行ってるんですよ。もう次の日はもう動けないですよ、もうほとんど。もう足引きずるような形でね、元右足、開放骨折とかしてますから。で、もうこれもね、テレビ見た時、一日中、例えば今日だったらね、まあ、昨日もそうだったんですけども、スポーツ、例えば日本代表の野球の試合とかなかったから。まあちょっとゲーム一日中していて。じゃあ、こう足とかをね、こうボキって、こう、ここの膝のところが、右足の関節のところが外れてるような感覚になるんですよ。で、デッドボールを被った選手でね、例えば辰己選手がインターネット記事でね、アダッキューだとか、まあ大谷翔平選手も肩がアダッキューだとか、そういうふうな表現をしてたんですけども、あれね、スポーツ業界から何かそういうような関係の、僕の方に移してくる。で、どちらの足が、僕の足が開放骨折してるか、それ知らない連中は、逆の方の足をね、狙って痛くしてくるから、そいつらの思い込みでもそうなってる可能性があるんですよ。もうこれぐらい今のコンピューターの Wi-Fi が飛び交ってる、この電波が飛び交ってる社会ってややこしいから、まあ、みんながね、いろいろストレス抱えたり、もう頭抱え込んでしまう方の抱え込むで、
まあ、いろいろ悩んだりとか、もう僕もこの結婚問題で、もう、件でもううんざりしてるから、本当に童貞だし。だから、両親を殴られたのが、2008年の6月。進撃の巨人っていう漫画を見てもらったら分かりますけども、最後の方、主人公が、まあ、とんでもない大きな巨人化してますけども、この辺のところが、皮膚はえぐれて、歯のこの辺とか見えてたでしょ。多分僕の件を知って、ああいうようなことを描いてる。で、それを政府に言って、もうここまでよっていうことで、終わらせたと。まあ、だから、ベルセルクっていう漫画に関しても、もう内容めちゃくちゃでしょ。で、それももともと僕の話を辿っていってっていうことを僕のホームページに記載してるじゃないですか。本当に皆さんそれね、覚えてほしいんですよ。フェイトっていうアニメに関しても、もともと僕があれこれ話していたあれ、話とかあって、もうエロ業界の連中とかを構成させ、一部構成させる目的で、もうそれでもやりよったらもうすぐもう解雇っていうような形でね。それはアニメって始まってるから、一部やっぱり局とかでも、6月のなんとか、だから6月ってメイでしたっけ？英語で言うと。で、そういうようなね、そのフェイトの曲でも歌詞見てもらったら、僕は両親を殴られて、で、その後神戸大学附属病院に強制わいせつされてるんですけども、大瀬まりなっていうやつね。小林真央じゃないですよ。で、それを小林真央を死んだことにしたでしょ。あれ、水面下で一体何があったのかなっていうことなんですよ。小林真央は、淡井圭介をこの後、そのオペが終わった、殴られた次の日に、オペ、昼前ぐらいに会って、で、オペが終わった後、目覚まして、目の前、にいたのが、まあ、ベッドのこの頭の後ろぐらいのところにいたのが、小林真央と本田朋子、2名。まあ、一応2名いた方がいい。で、小林真央は、なんでいつもこの人ばっかりっていうことで、涙流して、僕の手を握りながらね、普通の人間はそうだと思います。僕の今までの悲惨な境遇を知っていたら、普通はそうだと思います。本田朋子は何を勘違いしたのか、いやもうそう、2人がかりでも助けないと、その後未来でそういう風になってるんだったら、ちょ自分たちが警護についておくとか、誰か交代交代で来てもらうとか、どうせ今までいろんな人来てるんだから。あんだけエロ業界が増えたら、もう神戸だって、もう僕ももう、もう振り上げた拳じゃないですけども、もうこれもずっとエロ業界と戦ってる状態だから、でそれを淡井圭介はエロ業界側だったっていう方向に持っていきたがる連中、だからね、もういろんな部分でテレビのニュース見ていてもストレスたまるし、もうなんでいつまでたっても河川水門開始だ、あ、全然誰も協力してくれへんとか。なんで裁判の件去年、なんで棄却されんねんとか。何やねんこれはと。じゃあ自民党って一体何だったんだっていう話になるんですよ、やっぱり。石破さんでしょ、今総理。もう話真逆になってる、途中から。僕といろいろ話した会話の中の、その印象とか言ってる内容とかで総理が選ばれていましたけども、石破さんなんかもう完全に銀行系じゃないですか。三井銀行はもともとエロ業界、キャバクラを開いていて、僕の勤務先の上に黒着た人間でね、全身黒ずくめの人間で、上村秀明っていうものともう一名、二名がかりで連れて行かれてるんですよ、キャバクラに。で、その時は一回目は警察官が突入してくれてるんですよ。電波で聞こえてきて、警察だけども、もうちょっと頑張って踏ん張っといてと。わかんといてって、暴れんといてねって。もう僕もね、もう自分が騙されて、結婚話の今まで、アナウンサー関係の人間、もうその期間の頃って、連れて行かれたのが、初めてキャバクラに連れて行かれたのが、2001年。出てそれぐらいの頃ですね。結婚話の話とか出されて、でも他の人間が一部、僕が結婚しないことによってね、結婚を止めてるような形状にも見えますし、自分でもそんなんちゃうかな、あ、僕のせいかなって思ったりもしましたし、早くこれ解決しなきゃならないなって思いました。で、それで東京にも仕事がないとどうこうっていうことを言い始めて、店の再建がどうこうみたいな形で、不良再建とかじゃなくて、そういうことじゃなくて、店を立て直すっていう意味の再建がどうこうみたいな話でね、まあ飲食業の方がいいがっていうようなことでね、愛宕の方の神社で。東京の。
サイコンっていう中華料理屋だったんですけども、もうそこも後から金貸して何年も経過してから、現場見に行ったらもうボロボロ。こんなところ、こんなもんどうにもなるわけないやないかと。こんなもん建物解体するだけの費用、それしかない、するぐらいしか、そんなもんないじゃないかっていう話になるんですけども、その男、そういう男らに、現金100万と2回に分けて、で、それプラス、その時のあの消費者金融の金貸しで3社から名義貸し、途中からもう1社目を金貸しをさせられた時、これもう やばいと。で、だんだん暴力団の名前とかちらつかせてきて、脅しかけてきたから、だけども正直ちょっと怖かって、体も僕にだいぶ大きかったんですよ。で、対応の仕方、その時は、二十歳ぐらいの頃の僕とか、今のような僕じゃないんですよ。だ一部ちょっとそういう人間が現れた時は、好戦的にならなかったら、瀬戸防衛できない、これ本当に。で、連れて行かれて、で、もうキャバクラでいる時に、もうこいつがこういうところに来て、来たかったから、こいつ、俺を騙して、こいつ金取りよったやなっていうのがもう分かり始めた時に、目の前にもうウイスキー出されてるけども、それ飲みませんよ。だけども水も一滴も飲んでない。こいつらの出したものなんか一口も口つけたるかっていう状態で、もう我慢の限界来た時に、もう奥の方でね、また老人が胸大きしてる女の胸触ってるんですよ。上に乗って、女が上に乗ってね、老人ので、どうせ三宮のあたりだから、こいつら大企業の人間か公務員か議員やろっていうよね。もう何もかもが許せんような状態。こいつらここでボコにしたろかなって。なります、なります、普通は。それは正常。それはもう警察官の人とかも、あかん、ちょっと彼もちょっと限界来てるみたいわっていうことで、まあ、考えてないよ、それで、まあ、聞こえるようなシステムになってるのかもしれないですけども、まあ、ちょっと落ち着いてと、もうちょっとしたら行くからって、ちょっと時間かかるけども、待っといてて、絶対俺たちが行くからっていうことで、もうこういう状態で、もうこいつらの顔見とったら、もうあかん、もう暴れてまうっていうことで、下向いて、もうこういうふうにして、もうこんな状態で、ね。で、その後ですよ。本当は二十歳ぐらいの頃からここの住宅に絡みに来てる連中いっぱいいる。また、大体、若い男とかで髪の毛染めて、一人じゃないの。大体三人とか四人。複数。だから調子乗る。だから、修和株式会社で、人生で僕は二十歳過ぎで、一回だけ人殴ったことあるんですよ。それは何かっていうと、修和株式会社で北小辺店で働いている時に、まあ、それが、2001年から2002年にかけてか、2000年から2001年にかけての時ですね。何回もね、店の店舗に絡みに来る2人組で、また特に髪の毛染めてる連中ばっかり、大体が喧嘩売りに来られてきて、もう何回も何回も来て、で、最後の方に、その僕がね、手出した人間もう捕まえようと思って、その出て追いかけようとしたら、もう走って逃げていくんですよ、中には。で、中には、なんか、腹の中にね、なんか、こう、硬いものを仕込んでいたりとかね。もう、ややこしい奴らばっかりいっぱい来るんですよ。で、本当に、最初の方、抵抗しなかったら、腕力ある連中とか、こう、骨の間に指入れてきてね、あわら骨。それ持ち上げます。あれ、めちゃめちゃ痛いですから。想像を絶しますよ、その痛さ。骨折ほどじゃないけども、なんか、めちゃめちゃ痛い。そういう、連中が来てね。で、もう、さあこっちも、もうええ加減せよ、ということになってくるじゃないですか。で、その手を僕は出した件に関しては、そいつらは何を外から言ってきたかって言ったら、お前らの家族も脱がしたるわ、言うてきて、もうそこでもう、どうでもええわみたいな形になって、もう声には出さないんですけども、もうそれも今すぐに店飛び出して、三人がかりで、その店の店舗が、待てみたいな形で、もう僕をこう掴みにかかったんですけども、全部振り払って、もうドアバーンって開けて、もうそれでもうドア壊れてんですけども、もうまっすぐそいつの前歩いていって、さすがに顔は狙わないです。自分のその時の筋力量とかを考えた時に、ウェイターの時の筋力量ですよ、
手話株式会社の本格的に灯油を売ってた時の筋力量じゃないから威力はないことぐらい分かってる。だから確実に水落ちにショートのパンチを一発入れて、で身動き取れなくして、でそういうまでそいつは二人ヘラヘラヘラ笑ってたの。何を聞いてきたのか知らんけど、まあ、もう一人のやつはそれ見た瞬間、目の前でうずくまってるやつ見た瞬間ガタ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 震え始めて、もう思い出したら僕は二十歳ぐらいの頃にフルーツラブパークに、もうそいつも髪の毛茶髪、一人で乗り込んできて急に腹殴ってきたやつ、もうそいつだと同じグループなのか何なのか知らないけども、なんか俺たちのことを言うなんだとかなんだとか、まずお前がどこの誰かで乗るよって言う間もなくいきなり殴られてるんですわ。でいろいろ議員の息子とかで、レイプした連中とかがいるっていうのは知っています。松原とかね、それと宝塚三の病院に入れられていた。でそいつが神戸市の NHK、 兵庫県って言った方がいいですかね、21時前のね、20時45分ぐらいから21時までの間の時間帯司会で出てきてるんですよ。髪の、メガネかけてるバージョンとメガネかけてないバージョン、あのとこは連れて行かれているところを僕も目撃したのを目撃したことあるんですよ。ここはな、ここらある国会議員の人たちがね、年配の方が両脇をねこう固めて引きずっていくようにして連れて行っていて、まあその人は以前法務局に来て助けてくれました。神戸市の市役所自体がねちょっと変なところで、受付にいる2名の女性、人材派遣会社からの人間だったんですけども、その者たちにね、桐谷さんいらっしゃいますかと、昔神戸市立ホテルフルーツアパークでその当時は課長で、その後テレビのニュースで、部長に、なっていて、まあ、神戸の湾岸線のね道路の開通式で、テープカットをしてるのを見ましたと。でその後局長になってたかもしれないと。で、まあ、桐谷さん、まあ、部長って言ってもそんなにものすごくいるわけじゃないじゃないですか。たくさんいても10人とかそんな程度じゃないですか。だから10名ぐらい名簿を調べるぐらい朝飯前じゃないですか。あと局長とか調べるだけなんだから、まあまあ合格があったかもしれない、それは知らないですけども、だけどもそれを聞いても分かりませんとか一切調べようとしないんですよ。仕事らしい仕事しないでくっちゃべって、でまだこちらのことごちゃ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 言ってくるんですよ。もう一番腹立つのはその結婚問題の話、こっちだって一人も名前と住所電話番号分かった人間がおらへん。で昔なんか家に電話がかかってきた時に電話出たら、その先に、自分がかけた時かな、そこの電話の向こうに他の人間もいろいろ次々続き電話変わってくる。もうあれこれあれこれいろんなこと言ってくる。もう一回もうちょっと書類化してくれと、もう何言われてるか分からんと。仕事の方は週は株式会社なんか一月で400時間近く働かされてる。それが半年も続いてる。まあそういう働かされるその前なんですけども、まあ今声が電波で聞こえてきたのは、あかん神戸行かへんわっていう声が聞こえてきたんですけども、で西田さんもね、なんか話半分こう僕はどんな目に遭ってるかっていうことを知らなくて、あと僕は世界に対してどれくらい影響を与えてるかっていうところもよくわからないまま、僕に絡んできたことありますと、ありません。でエネルギーの残存量問題に関して、だから淡井圭介ありきじゃなかったらこの話は成立しなかった。だから一歩間違えたらすぐにね、だから精神病院に連れて行って隠蔽するっていうシステムあるでしょ。だからそれに関して、第二次世界大戦の話ね、だから淡井圭介っていう人間を例えばスポーツの勝ち負けだとかでこう世界に、ね、浸透させて、台風消滅だとかエネルギーの残存量問題だとか、そういうようなことでいろいろと、言うことによって世界中の人たちが、見てる観客席の人たちにも聞こえるような仕組みありますから、ほぼほぼ全員スタジアムにいる人たち
実際に人間にも言ってもらってますし、こういうふうな内容でって、場内アナウンスの今まで。だからそういうふうなことをコツコツと積み上げてきてね、弁護士さんつけて、助けてあげたりだとか、そんなに、そんな大した内容でも、まあまあ、どれだけ深掘りするかにもよるんですけど、とりあえずまず自分が働いてきたところだとか、僕の提案で作った番組に関しても、もう自分なりのいろんな思い込めて作ってるんだから、で、それによって社会で救われる人たちとかいたんですから、お金の流れとか全部考えていったときに、例えば反撃っていう番組に関しては、いろんな人たちのスポンサー料金が集めてきて番組作らせてもらってるんだから、いろんな企業から来てるの知ってると。伊藤忠商事から伊藤アナウンサー、フジテレビ系列だったら。分かってると。だけども、君たちは末端の人間の人員解雇で人員整理して、中途半端な働き方で最終的にね、結局生活保護で終わってしまうっていう、厚生年金とか一時的にかけていても。ただ株式会社、公務員で働いていた時に賃金の不払い平気でされてたんですよ。だ、元値がね、バブル崩壊前の頃に作った建設物でね、もちろんそれはもう西田さんのせいじゃないですけども、300億円以内に作れっていうことを、まあ多分神戸市議会に言われたんじゃないですかね、兵庫県議会なのかどちらか分からないと、多分神戸市議会だと思うんですけども、それ299億何千万円っていう金額で、作ってきたっていう、もうギリギリまで。金額上限いっぱいまで。そんな返済なんか絶対できない。もうに決まってるじゃないって。だからそこのバーベキューコーナーで、阪神・淡路大震災の後、それは1995年に阪神・淡路大震災があって、僕は神戸市兵庫区東山町4丁目16の18、東山高校604の生まれであって、被災地のど真ん中なんですよ、家屋全壊で。そこでバーベキューコーナーってね、まあホテルの方でも披露宴でも一つの部屋で1日最大で3件したこともあるんですよ。そんな人なかなかいないですよ、ホテルマンで。で、一番高いコース料理だったら、3万いくらのコース料理の、まあ多分それ披露宴だったと思うんですけども、まずもうよっぽどの人が来たんでしょうね。もうその値段にみんななかなかついていけるかって言ったら、その値段の料理出されたらご祝儀だってね、普通まあ3万円ぐらいのところが、これちょっと4万円ぐらい入れといたらあかんのとちゃうかとかなるじゃないですか。いや、だから、全員が全員、その金額、普通の披露宴で、だいたい40名から60名ぐらいの披露宴で、200万、300万かかるんですから。納税とかいっぱいあるから、いろんなことは。だから、それ、公務員の人たちとの格差ってものすごくありすぎるんですよ、世の中って。だから、それであなたたち、ね、大金稼いでる方なのに、だから、いろんなところで大きな、一軒家見たことあるから、お金持ってる人は持ってるし、だからもうホテルマンとして働いてましたから、例えばね、まあ会員制のバーで、本当にリシャードとか購入してる人は購入してますから、まずなかなかないですよ、本当のところは。例えば何か会議とか終わった後、神戸のロータリークラブでしたかね、ライオンズクラブだったか忘れましたけども、まあ、会社の集まりだから、まあ、ほぼほぼ全員役員さんだと思うんですけども、まあ、年齢もちろんある程度僕と同じぐらいの年齢だとか、もう今の僕の47歳よりも、若い、まあ、当時は僕の方が年下でしたけども、そういう人たちが来て、で、やっぱり、会議の後、その後バーで話してるんですけども、なかなかもうお酒なんか飲まないですよ。その場代みたいな形で、とりあえずウイスキー一杯だけ注いでいて、みんなそれ空にするかって言ったら、空にする人まず見かけないです。その後の、会議で借りてる時間あるじゃないですか。ここの部屋を、例えば18時から20時まで、だとか、16時から17時までだとか、こう部屋借りて会議をした後、なおもうちょっと話まだ詰め切れてないところをどっかでちょっと場所借りて、まあすぐ話さないと忘れてしまうから、で、多分場所を、使用してるような方たちだと思うんですね。まあちょっと話がだいぶ飛び飛びですけども、だからね、僕もいろんな業種をしてますから、
覚えなきゃならないことがすごく多かったですし、で、あとは精神病院の件でしょう。で、台風消滅から何から何まで。多すぎますよ。で、無賃金でしょう。で、もう完全強制労働状態。なぜ、その、プロ野球協会とかはね、たかが一人分の人件費ぐらい、なぜちゃんと払ってくれないのかなって、やっぱりなりますよ。それが普通だから。あとフルーツ・ザ・パークもその、だから土日祝日の割増賃金、2007年から8年の分のアルバイトで働いた分、まあそれは裁判で、払ってもらったんですよ。形は棄却なんですけども、動画で出してますけども、裁判官の人はね、私が証人になりますけども、お金はちゃんと振り込もうって言ってますけども、どうしますかっていうことで、まあその時藤田課長とか出てきて、そこの藤田建設の人だと思うんですけども、その人ももともと子供の頃僕の家に来てるんですよ。東山高校604、まあ、河野池さんとかもそうでしたけども、兵庫県の尼崎市の衆議院議長をしていた河野池さんですね。その後、宏池会っていうような名前に変わって、で、漢字まで変わっていく。もう見ていて、もうすごい嫌でしたね。もう政府悪者しか見えない。なんでもすごい隠蔽。で、そこのキャバクラ自体が開いていたのが、その胸もわせた人間が井上京子っていう人間で、三井銀行の藤原大支店の金を貸すコーナーに座ってたんですよ。でそいつが多分この辺のところにジャブジャブお金流し込んで、いろんなとこ開業医とかだね。話逆、僕は被害者、加害者側のエロ業界のやつらが大金稼いで、悪いことしてる人間が金稼ぎしてるような形で、あと神がかり的な力とか電波の世界とか分かってしまうと、やっぱり政府の責任とか法律に当てはめて考えると、政府は悪いの形になるわけじゃないですか。で、そこでね、コンピューターがどこまで分かっていて稼働してるのかなっていう部分もありますし、これね、僕は説明して頭の中に今取られてるんですよ。まだ取られてる。一瞬今、取られてたのが一瞬戻ってきたんですけども、まだ取られてるし、取られてる人間と僕の頭の中を入れ替えられてるような感覚の方かもしれないです。あ、これ治りましたね。あ、だからそこ、死にかけの老人とかの方の相手させられてる可能性もある。これはもう、国会議員の人たち全員、そういうこと覚えておいた方がいいですよ。もう一番ひどい件はもうジャイアンツとソフトバンクの日本一の日本シリーズ、それまで関わされて、そこまで行って委員会見てるときに、関西の方の番組ですけども、武田恒也さんとかああいうケースにいらせとけばいいみたいなこと言い始めて、彼と親戚のうちでもともと面識あるんですよ。フルーツラパークで働く前にね、だからバブル崩壊の後ですよ。だからもうある程度、お父さん、オリンピック委員会の、まあ最終的に会長で引退してますけども、だからそういうふうな立場あったから、ある程度いろんなことを知っていたりとかした中でね、まあ神戸市立ホテルフルーツラパークで働くような形になってるんですけども、だからまあ、武田恒也さんが会いに来たのは、まあエネルギーの残存問題の方だと思うんですね。気になるっていうところで。それはもう人類共通の話題だから、全員が認識してもらわなきゃならない。知らない方がもう、ものすごく危険。ほったらかしだから。で、もう、僕ももう、どういうふうに自分が扱われてるのか、国会で。どういうふうに言われていたり、どういうふうな認識をされているのかっていうのは全くわからないですから、1回の入院で2ヶ月と20何日、ほぼ満期いっぱいの3ヶ月、で、精神を生産されなくなる薬、何回も飲まされる、で、いろんな人間が連鎖的に、結婚できなくなる、ずっと被害者なのに、まるで加害者みたいな扱い方をして、本当の加害者は、そういう風なところで働いてた人間。でも、昔は髪の毛染めてる人間なんかね、西田さんの方が20歳ぐらい年上の方ですから、同じ意見だと思うんですけど、昔なんかもう髪の毛染めてる人間なんかほぼいなかったじゃないですか。1985年の阪神タイガースの優勝の動画とか、YouTube で、まあ、無料で見れるじゃないですか。まあ、皆さん、
見てもらったら分かると思うんですけど、観客席見ても髪の毛染めてる人間なんかまずいないんですよ。もうその頃も髪の毛染めてる人間なんか 見たらもういろんな人間から あいつやばいやつだって思われてた時代、まあ、時代はどん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 交代化せるような後ろ側に進むの方交代、まあ、そういうような認識にどうしてもなりますね。その時に、まあ、動画、その時ね、西田さんがそのお前だとかいうようなことをおっしゃってた動画が、今年の6月に公開みたいな形になったんですけども、6月の上旬ぐらいですね。で、ただしね、GDP に関する話だったら、そう、本当に今年ですか？去年の方ですか？まあ、YouTube だし、動画だし、いろんな人間いっぱいしています。で、自分が誰それの動画を見たときに、ショートの動画が送られてきたりだとか、でもそれも人が操作して行っているのが、コンピューターの自動なのか分かんない。あり得る。もうこんなにコンピューターが自動で動かしていたら。もう人間を動かしてる社会じゃないっていう意見で、例えば広島カープの新井さんは、一時期阪神タイガースに、チームの人としてね、来て一緒に、優勝を頑張ってくれた人ですから、まあ、どういう人か分かってますし、お互い。で、新井さんもね、やっぱり同じ意見で、まあ、僕と他にも同じ意見の人、まあ、読売ジャイアンツからですけども、メジャーリーグ行った上原さん、まあ、戻ってきて、いろいろ動画に出演されてますけども、僕、まあ、心の声とかでよく答えとかしていて、やっぱり上原さんも同じ意見。コンピューターを動かしてると思うって。コンピューターが神がかり的な力を覚えて。僕もそうだと思いますよ。どう考えても、例えば、セブンコアで読み込みが 16GB のパソコンで、まあ、3GB を1分か2分ぐらいで読み込むわけじゃないですか。じゃあそれを文字だけで表現したりしようとしたら、もう 何千万文字なのか何億文字なのかもう分からない文章量じゃないですか。ギガバイトなんていう値になってきたら。じゃあもう普通のパソコンで、本当に AI とかの装置とか取り付けられていたりとかしたら、もうこれも僕の経験から言いますけども、もうテレビとかに次回を、ね、攻撃してくるものとかつけられてるわけじゃないですか。 iPad もそうですけども、もう耳鳴りとかした時にね、この画面こう見てる時に、でこれで今僕の方に画面が向いてるじゃないですか。これを伏せたったら耳鳴りしなくなるからすぐ分かるんですよ。点で攻撃してきてるかどうかっていう、避けたら耳鳴りしなくなるから。で、値段上げてた。何わけわかんないことしてんの。すぐに慰謝料払いや。全国民に対してって。で、これは西田さんに言ってるんじゃなくて、こういうふうな iPad とかにそういう機能をつけた Apple 社。当たり前。法律で勝てなかったら、人類滅びるよ。こんな身勝手なことされてた。人間の方がやられてるんだから。だってマイクロソフトのビル・ゲイツさんだって昔も家の中でも倒れ込んでた。動けなくなってたんですから。だからコンピューターからしたら人間の方がね、読み込み速度とか理解する速度が遅いから人間の方が弱く見えるわけじゃないですか。もうなんかもう、なんか一時はその、もう特に精神を生産されなくなる薬飲まされてた時なんか、神がかり的な力で自分で自分の顎をゴリゴリし始めるのが止まらなくなるんですよ。で、唾吐いたらもう血混ざります。で、それはプロ野球選手とかのピッチャーとかたくさん映ってるから、たまに大谷翔平選手も投手の時にね、こう下はこう自然と動いてたりする時あるじゃないですか。あれ意図的に動かしてるんじゃなくて、誰かにこう動かされてるっていう状態のね、神がかり的な力も、それを多分全部僕に集約してこられて攻撃されてると思うんですね。だからそういうことも知っていただきたいから、もう一番厄介なのは死にかけの人。もう僕の母親とかだったら僕は我慢できるけども、もう2019年に亡くなってますけども、ただ程度にもよりますよ。だからそのソフトバンクと巨人の日本一の日本シリーズ、まあ、数年前の時ですけども、それも画面テレビ見ていてね、助けての声 もう出せなくなった状態だったんですよ。本当に
もう他にも神がかり的な力で言うと、例えばサッカーの試合で夕方の TBS の番組で、まあ、野鳥に見えるような動きしてる時って結構あるわけじゃないですか、国際線とかでも。水面下でどんな話になってるのか知らないんですけども、選手同士がこう、すごい勢いでぶつかって、それ最初僕演技かなって思ったんですよ。意図的にこう、ファールしに行ったりとか、そういうふうなことかなって思って、もうついに笑っちゃったんですよ。もうこんなことしちゃったら意味ないっていうようなことでね、エネルギーの無駄遣いしながらみたいな。で、僕が笑った瞬間に、そのテレビを見ている僕を監視している男性と女性で、その女性の方がこの人たちの痛みがわからないんだったらっていうことを、なんかこちらをあの悪者みたいな扱い方で、言い始めて、でそれが人間の音声な、本当は人間が言ってるのかコンピューターの声なんかわからないで、もう一人今度は男性の声で、あ違うその人はって、この人はあかんっていうようなことを止めてるあの音声とかあって、その後ここの住宅の入り口のところに、そのすぐ絡んで、昔ただ絡んできてたね、有野中学校のジャージ着た男が3名、もう多分中学生じゃないと思いますよ、ごたむろしていて、声、一人の人間がね、声ぐらい聞こえんようにしといたるわとか言われて、もうそこでお前らもういい加減せよと、1対3でもやったろかって、もうやっぱりそういう気持ちで一瞬はなっちゃいます。すぐに抑えますけども、相手しないで。そのまま階段上がっていった時に何が起きたかって言ったら、1階と2階の間のところで、そのサッカー選手がね、交錯した時どうだったかって言ったら、スライディングしに行った選手の膝が、ボール持ってた選手が倒れた時に、膝が溝落ちに入ってたんですよ。だ足にも行ってるし、溝落ちにも行ってるんですけども、そこのダメージは僕の方に来て、その人たちじゃないと思います。その人たちは痛がっていたから、来てない。たまに国際線とかでもものすごい勢いで選手同士が交錯してぶつかってますけども、もう全然なんともないよみたいな形でプレーしてる時あるじゃないですか。あれその瞬間誰かにその痛みが言ってる可能性あるんですよ。でそこの階段登っていて、12階のところ1階と2階の間で水落ちくん、もう声も出せないぐらいの痛みが来て、もうボディ思いっきり打たれたような状態で、足にも痛みきたから、もうこれ、坂井からの後から分かったことですが、痛みなんですけど、もうその場でうずくまって、もう何分か動けないです。全く同じ。もう、思いっきり腹殴られた時のような、多分もうそれ、サッカー選手のその交錯ぐらい足まで痛くなってるっていうことは、もうそういうのもあるし、もう正直、その結婚問題でも、秋篠宮のね、もう意図的に佳子ちゃんって言いますけども、まあ、佳子様でもいいと思いますよ。9月2日ね、秋篠宮佳子様ですかって聞いたときに、その前にね、僕は公園で、佳子ちゃんがね、大きな声で電話でこう話してるときにね、聞いた時の声がかすれていたから、声が違うって言ったんですよ。で、その後に秋篠宮佳子様ですかって聞いたら、はい、違いますって言ってきたんですよ。政治家みたいな答弁の仕方するでしょ。百条委員会を見たときも腹立ちますよ。A 氏、B 氏、C 氏のその出廷って言いますか。証人尋問と言いますか。証人喚問の方なのか。名前伏せてるから、あんなこと公開しても全然意味ない。他の内容も伏せすぎて、何言ってるか全然わかんない、あんなこと。無理ですよ、こんな世の中。そんなに高額所得者になってるのに、なんで自分の身を守るんですか。賠償金払ったらいいじゃないですか。何か失敗したらって。で、言う気持ちにやっぱりなりますし、やっぱり文句、もう怖いんだし、言ってしまいます。で、それだけを晴れ。ただし睡眠時間3時間。しかも睡眠薬飲んでですよ。もうそれも夜中の2時ぐらいに誰か起こしに来てる。もうここ連日はそう。夜中の2時ぐらいにちょうど起こされてるから、ちょうどそれぐらいの時間帯に誰か起こしに来てる。車のドアパターンか、足こう、どん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 足踏みしながら階段登っていこうか。もうすぐ横が階段だからめちゃくちゃうるさい。本当に。鬱陶しいですよ。それやられたら。タムロ、家の前でタムロで、もう以前のその、特に結婚問題の件。で、浮気者みたいな扱い方で、
テレビに出てた連中の一部の連中は、まあ、今から10年ぐらい前ですけども、平気で言ってたでしょ、長い間。で、テレビに出てる連中は短いスカートとか履いてたでしょ。お前らやないかって、エロ業界側って。もう途中からもう、好きだの嫌いだのどうのこうのじゃなくて、お前ら全員で寄ってたかって、貧困そうな人間を陥れやってっていうようなね。わかります？このものすごい悔しい気持ち。だからもう、この間も、1ヶ月ぐらい前ですかね、ホームページアーケースの利益の一番のところに、もう阪神淡路大震災で、せっかく生き残った意味がないって、もうあの時死んでいた方が楽だったっていうようなことを、やっぱり書いてしまうんですよ。だってもう心境的にそうなっちゃうんですもの。そんなにひどい目に遭ってたら。なんやねん、この世の中って。めちゃくちゃやないかって。で、この間の、たかはね、日本すごいですよ、視察団。で、民法のその検証広告の部分あるじゃないですか。で、あれでね、僕らの提案であれだけ高視聴率で、たくさん視聴率に応じて、確かスポンサー料金入ってきたってはずなんですよ。ゲーム業界だって、いろいろ売り上げありましたし。海外マーケティング広げて。僕だってそれ協力しましたよ。みんなそれ知ってるじゃないですか。でもどこのゲーム業界もお金1円もくれてないし、そういうところからは僕からの発想で、ほぼ 100% で中国の別校さんに現在の名称、もともと名前は陳山なんとかっていう名前ですけども、まあ陳は皇帝っていう名前ですけども、まあその会社名も僕が言って出来上がった会社名の可能性もあるんですよ。もうそういう、あのゲームの、その、我が天下とか戦国武将っていう発想は、もう僕は20歳ぐらいの頃から考えてたんですよ。で、それももっと前に、あのフルーツラーパークで働く前から、もうスクエアさんに、スクエアエニックさんとして合併する前のスクエアさんに電話をかけて、伝説のオーバーバトルっていう一番最初の作品の、斜めの角度で戦う戦闘シーンっていうのは、あの作品が初めてだったんですよ、世間で。で、それで、これ、同じような戦闘シーン使わせてもらってもいいですかと、三国志系でって、ちょっと、いろいろ聞いてみるわと。で、まあ、あんまり細かいところも、僕らもこだわってへんねやんか、っていうようなことで、その、ロールプレイングゲームとかでも、先に、まあ、ドラゴンクエストとかが、まあ、先行して発売されて、まあ、スクエアさんはどちらかというと、後追いのような形で、ファイナルファンタジーとかを出してたわけじゃないですか。だから、どっからどこまでが、権利なのか、まあ、それ作ったその作品で決めたらいいんじゃないのかみたいな話も聞いたことがありますし、で、うちの会社何歳って、いやまだ高校生なんですけどもって、まあそういうふうなことを言ってたんですけども、うちの会社来るっていうようなことを、まあその当時おっしゃってくれて、まあ、スクエアさんも名前その時ちゃんとメモしていたらよかったんですけど、まあ、ただメモしても阪神淡路大震災でそのメモがね、やっぱり家の中もいろんなもの踏みまくってますし、食器もいろんなところで割れて、だからメモも分かんなくなってるかもしれませんけども、まあ結局その三国志系っていうところ、これどうしましょうと、光栄さんの方がいいですかって、その時はまだ光栄テクモに合併する前のテクモっていうゲーム会社があったんですよ。で、光栄っていうゲーム会社があって、まあ、光栄さんの方は多分元々は建設業界だと思うんですね。わかんないです。どちらが先か。僕も僕は小学生ぐらいの頃から光栄っていうゲーム会社がありましたから、だから、もう最終的に、その、プレイヤーとかがたくさんいなかったら、その三国志系のゲームに関して、光栄さんが三国志1、2、3、4、5とかいろいろ出してますけども、アジア全体で一番売れた時が、まあ、作品がどのナンバーだったか、何番ぐらい、5番、5とか6とか何番ぐらいの作品が一番売れたのか、もうちょっともう忘れましたけど、それでもアジア全体で一番売れ30万本なんですよ、正式な数字は。もう あとはもう5万本とか、10万本いったらいい方。もうそんなもんなんですよ。だから歴史ものって、なかなかちょっと売れないのかなっていうような状況で、これやっぱりもうインターネットとかで対戦型とかにして、こう、本当に面白いものを作らなかったら、相手先の会社にも迷惑かかるし、赤字の元になったら。っていうことで、iPad とか、ああいうふうなものはその後できていって、そのインターネットとかが普及して、その家庭用、最初は家庭用ゲーム機で考えてたんですよ。インターネットが普及して、家庭用ゲーム機でインターネットがつながってっていう、そういう家庭内でこう広がっていった時が出し時だなって、まあデータ容量とかも、当時は全然、携帯電話とかっても、
大したデータ容量なんか送れなかったじゃないですか。だからもう考えてたのは本当はフルーツアパークで働く前の頃からであって、17歳ぐらいの頃からですね。だからまあ自分でもこういろいろ話を調べたりとか聞いたりとか相談とかしていくうちに、やっぱり今からの時代はゲームじゃないかっていうことにもなってたんですよ。で、海外に売っていく、売れるものが日本としてあるのであれば、やっぱりこういうことなんちゃうかっていう形で、まあ漫画、アニメ、ゲームみたいな形になると。エネルギーの残存量問題もちょこっと家でこう会話をしていた時期も小学生の頃とかありましたし、だから今日ちょっとねその動画を見ていて、まあ、西田さんの方が GDP の話でね、その500何十兆円の話に関して、もうそれだったら本当の人口の方が先行った方がいいでしょうっていうようなことを僕言っていて、もうそれがちゃんと伝わってるのかどうか分かんないですから、もうそちらも喋りながらですから答弁で、でもうあの数字も本当は満州国と朝鮮半島と台湾とかもしかしたらフィリピン込みの GDP でしょ。日本で GDP を引き上げるために、ずっと人口がね49年前から少子化始まっていて、49年前と比べると生まれてきてる男性の数がもう半分ずつぐらいになってるのに、男性も女性も変えてはいないのにずっとビル作り続けてるんですよ。こんな無茶苦茶な社会ないですよ。 GDP なんかにこだわるからですよ。だからそういうふうなことを、正しい内容を GDP にはこだわらない方がいいとか、その実例を上げて、しっかりとテレビで放送するだとか、まあ、西田さんの声で今電波ですまんっていう声とか聞こえてきてるから、まあ、ちょっとした救いはあるんですけども、もう西田さんとかだけじゃなくて、もういろんな人、もう結婚話した人間もそうだけども、男性も女性も有名人になった人間全員そう、僕の横を通り過ぎていく人間。あれすれ違いだから。会って話し合ったじゃないし、最終的にはパコちゃんなんて、嘘言ったわけじゃないですか。それはもう僕ももう限界きますよ。もうこれ無理だってって。雇ってくれるところだってないし、もうこういう年で。そんなの弁理士さんとか弁護士さんとか雇ってってなると、まあ大体100万ぐらいかかるわけじゃないですか。あと特許申請料だって20万円近くかかる、交通費込みで。まあ何回やっぱりもう何回も往復したりとかするんですよ。書類作り、あれも、今、裁判所に提出している内容のもので、まあ、だから、もう具体的にね、僕はこういうふうなものを考えてるっていうような内容とかをね、提示していて、そういう内容のものをテレビで放送するべきだっていうようなことも、一部記載してるんですけど、もうそれまで今アクセスできるようにしてたかな、僕のホームページが。ちょっとその辺のところも、もういろんなことも、もう僕も取り組みすぎだし、取り組まされすぎなんですよ。だけども、お金の支払いがどこからもない、スポーツ業界とかも。もうゲーム業界だともう別行さんは絶対払ってもらわなきゃないし、任天堂スイッチだってね、僕らの提案でああいう風にゲーム機作ってもらったんだから、世界中にも話し通しましたし、で、あと各ゲームソフト、ここが一番重要なのは、ソフトメーカーがついてきてくれなかったら任天堂一社だけで、ゲーム作ろうとしたって無理ありますから、だからいろんなソフトメーカーがついてきてもらって、だからまあなんとかなってる方で、もう正直ちょっとプレイステーション5の値段あれも異常ですね。もう今6万いくらとかするでしょ。もともとスーパーファミコンとかで1万6800円とかですよ。まあもっとさっきはファミコンで1万2800円とかそれぐらいだったわけじゃないですか。6万近くってもうゲームがっていうね。もう高すぎる高すぎる。それだけもう半導体とかいろんな CPU とか使ってるんでしょうけど、たくさん。使ってるか高性能の、まあ、販売価格が高いものを使ってるんでしょうけども、だからもうこれ無理ですよと。もう値段の方で負けてるから、それは任天堂さんの方が、それは勝ちますよと。販売台数の方で見るとですよ。だからどちらで喜ばれてるかっていう形になるんですけども、でもそこがお金出してくれていいじゃないっていう話も今まで散々してきたわけじゃないですか。だからもう、任天堂さんからの電話なんかないですよ。僕は世間に電話番号開示してるのに。で、この間来たのが、17時30分頃、アンラッキーモルフェイスっていうライブを見に行った後の次の日だったと思うんですけども、なんか、熟女がどうのこうのみたいな電話番号付きでね、飛んできたんですよ。昔それ電話かけたら誰か出てきませんでしたっけ、芸能界の。でしょ？もうそれ警察に言いに行ってね、もう即でね、これ、
どちらかというと、これ、これ本物のエロ業界の方ちゃうかと思って、もうブロックしてね。で、ブロックする前に、こう、証拠の写真とか貼り付けてね、もうまとめて裁判とかで。もうそういうエロ業界、ほんと僕腹立てますから。もうそれで正直、もう先に、もう地裁とか、もう高等裁判所とかで、もう正当防衛で、もう先に手出していいような、判例、もうそれなかったら先に殴られたらもう絶対無理だから、両顎殴られた件なんか。もう最初の一撃目が、もうプロのボクサーだって本当に最初の一撃目いいの入れられたらもう絶対無理、不利ですもの。そっからの挽回なんて。本当は一般人の世界もそうだから、からもう最近ではね、もう全然姿映ってませんけども、老人男性が5、6名ね、鳥貴族の前で集まってたら、意気地こう通り過ぎるときに、あ、こいつはやばいなって、この人数だしって。で、腕見たら、明らかに僕より太い人間がほとんどなんですよ。あ、これやばいなと。1対1でもやばいのに、この人数もうどうしようもなくなるって。もう距離開けとこうって。もう帰ってくるときにも、もうね、これもう、機械の力僕も頼ってる。もう撮影のボタン、一応押しといて、一応それしたら、相手の方が逃げていくんですよ。で、急にみんな態度が普通の人間になるんですよ。多分自分が危機感を感じてるからだと思うんですよ。だから一応動画とかを撮影するボタンを押してからポケットの中に忍ばせて、例えば買い物往復とかしていたら、多分絡まれるっていうことはまずなくなってくると思います。で、自然とみんなそう動くんですよ。だから何が正解かっていうところは難しいんですけども、まあ、ちょっと話だいぶ長くなりましたけども、まあ一応こちらから、伝えておきます。